こんなことをしていていいのでしょうか。いいのよ、散歩もれっきとした国王の仕事よ。戻ってきたばかりの時はあんまり案内できなかったしね。ちょうどいいでしょ。おや、マルガレート様、またいらっしゃったんですか。作物はまだできてませんよ。あんなのわかってるっつーの。私は友人の案内してるのよ。マルガレータ様に友人？それはそのかわいそうに。どうしてそんなむごいこと。強く生きるんだぞ。かわいそう。ほら、黙って聞いてればあんたら何言ってくれてるのよ。いえ、だってマルガレータ様に友人だなんて。マルガレータ様、信じられます？傲慢が服着て歩いてるようなご自分にご友人ですよ。失礼を通り越してもはや侮辱ね。でもまあ、一日前の私に友達できたって言っても信じないけど。それでマルガレータ様、そちらのご友人はどなたで？クエント新国王のハリエットよ。実践に疎いあんたたちでも氷の女王って言えばわかるでしょ。ああ、聞いたことあるな、クエントの冷酷なる王って。でもどこが氷の女王なの？お姉ちゃん冷たいの？この場合の氷っておそらく振る舞いや心持ちのことで。氷の女王ってとてもそうは見えないけどな。むしろ冷やしてほしいぐらいよ。この国は暑すぎてかなわないわ。それにあなた、マルガレータ様のお友達になってくれたのでしょ。そんな心の広い方が氷の女王なはずあるわけないですよ。そうそう、あなたが氷の女王だったらマルガレータ様なんかどれだけ形容詞つければいいかわからないぜ。違いない、日が暮れちまうほどだろうよ。うっさい、ゲミンども、ハリエットが困ってるでしょ。ちれちれ、さっさとちれ。まったく、不敬極まりないためね。ま、でも気持ちはわかるかな。気持ちはわかるとは？氷の女王って呼ばれるぐらいだし、私も最初は警戒したのよ。でも会ってみてわかった、ハリエット、あんたは氷の女王なんかじゃないって。うちのバカゲミンどももそれを肌で感じ取ったからこそ気軽に話しかけてきたのよ。そうなのですか？そうなのよ。ほんと、あんたを氷の女王とか呼び始めたやつ見る目ないわね。マルガレータ様。ん？何かしら、ハリエット。ありがとうございます。何よ、改まって。でもま、慎んで受け取っとくわ。どういたしまして、ハリエット。